大阪の阿倍野区にある、スポーツ障害専門性団員体コンディショニングです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はね、野球のまたね、特集をね、していきたいと思うんですけども、ピッチャーのスピードですね、球速を上げる方法を紹介していきたいと思います。まあ、一番大事なのはやっぱり肩甲骨、胸椎、もうこれが絶対大事です。しっかり、もう絶対に、こういう姿勢になってると肩甲骨止まっちゃうので、もうトップ作れないから、もう手投げになる。それで、肘痛くなったり、手首とか肩痛くなっちゃうんで、で球速も出ない。やっぱりきちっとこの弓矢の、形ですよ。このトップを作ってやっぱ離す。このインパクトですよね。これはどこで作るんだって言ったらこの胸椎でやります。で、なおかつ肩甲骨で投げてあげる。このためにマイケン体操ね。ドジャースの前だけならこうマイケン体操やってるんですね。そういったね、ちょっと柔軟性を出していける、ストレッチをね、紹介したいと思います。まずね、そうですね、前回ね、肩甲骨のストレッチで、こういう飛行機作って、こういうストレッチをね、紹介したと思うんですけど、これのちょっと座ったバージョンですね。バージョン変えてやっていこうと思うんですけど、まず左をやるんですけど、右の足反対側をね、こう前に出しておきます。で、そっち側の右の手は地面についておきます。こっち、伸ばす方は、まず、股の間に手入れます。覗きます。このまま、ゆっくり、斜め上に上げる。息を吐いて、ゆっくり止める。もう一回いきます。息吐いて、ふーっと。息吐いて、ふーっと。10秒ぐらい息を吐きながら止めたい。しっかり背中を意識してね、やってあげてほしいんですよ。これを、連動して、ふーって速くすると、エクササイズになるんで、これも、両方ね、合わせてやってあげたらいいかなと思います。はい。で、二つ目なんですけど、二つ目は、まず、こっちの、これも伸ばす方の側の手は、頭の後ろ、持ってます。で、ゆっくり中に入れる。入れてから、上に上げていきます。で、これも、ふーっとこう息を吐きながら、呼吸使って必ず息止めずにやってください。ストレッチする場合は、ゆっくりこう止めます。息を吐いて10秒ぐらい止めます。止めます。必ずこう手でグッといかないように、背中を使ってやっていくように、意識してやってみてください。はい。で、二つ目なんですけど、三つ目なんですけど、これタオルね、用意してほしいですね。こうタオレッジポール、水出し式タオレッジポールっていうのをね、同じ動画でね、紹介してるね、作り方もあるんで、参考にしてね、やってほしいんですけど、僕は、タオレッジポール、ストレッジポールは使わないですね。このタオルを使います。なんでかって言ったら、こっちの方が安全だし、これでも全然十分、効果あるので、アスリートとかの人とか筋肉強い方はいいんですけどね、やっぱり一般の方とかではどうしてもね、背骨のたわみ少ない方とか、歪みとかバランス崩れてる方が急に硬いのをね、むやみに乗ってしまうと、後で反動とか出てしまうんで、このタオルを使ってやっていきます。で、枕、半円形のこういう枕をね、入れてあげます。で、は下の足ですね、を伸ばす。左側まずやるんで、右足を下にして、左足はちょっと90度に膝曲げて、この膝の下にタオルを入れます。で、ここに枕入れます。枕入れて、この状態で、まずはここから横からですね。そこから真反対にグッと伸ばします。息吐きながら、ゆっくり、ゆっくり息吐きながら。はい、戻して。はい、もう一回ゆっくり息吐きながら。はい、戻して。はい。これ10回ほど続けて、次は正面向いたら真上に上げます。はい、戻して。正面向いたら真上に上げる。
息吐きます。10秒ぐらい意識して呼吸してゆっくり伸ばします。背中で伸ばしてます。背中で感じます。戻す。これを10回、2セット3セット、朝起きた時、夜寝る前とか、スポーツ、野球する前とかウォーミングアップクールダウンで、やってあげてほしいですね。これを日課にね習慣つけてやってあげると休息本当に変わります。はい、もうバネが出るので、はい、これ意識してね、やっていってみてください。はい、では、今日はこれで終わっておきます。参考になったらまたねいいねボタンを押してもらって、またわからないことあったら下に URL 貼ってるのでね、また質問いつでもください。はい、では今日はこれで終わります。失礼します。